有線アンコールをご覧の病気の皆さん、こんばんは。こんばんは。アーバンギャルドの浜崎陽子です。そして ボーカル、同じくボーカルの松永天馬です。キーボードその他大久保圭です。ボーカルでした。ボーカルでしたね。はい、はい、アーバンギャルドは2022年4月から、デビュー15周年イヤーということで、もう1年間いろいろやってきました。はい、春ツアー、秋ツアー、クリスマスホールワンマン、そして2023年も神戸と名古屋のショートツアー開催と周年イヤーを駆け抜けてきました。駆け抜けてきました。1月25日には、15周年記念アルバム、アーバンギャルドクラシック、アーバンギャルド15周年オールタイムベストをリリースし、3月29日には映像作品集、アーバンギャルドビデオシック、アーバンギャルド、15周年オールタイムベスト映像編をリリースいたします。すごいすごいです。しかもね、ブルーレイもね、初めてだ。ブルーレイ初めてです。まあ、あの CD のアルバムの方も3枚組45曲ね、15年間の歴史がね、ブルーレイの方もそうですね、3時間にも及ぶシンドラーのリストかみたいな、タイタニックかみたいな感じの、オーディオコメンタリーもね入ってオーディオコメンタリーも3時間喋り続けてます。はい、そしていよいよ、3月31日には、15周年の集大成ともいえるアーバンギャルドのディストピア2023、卒業式をニャカノサンプラザホールで開催いたします。もう中野サンプラザホールもね、閉館してしまいますので、閉館前のラストサンプラザ、ぜひともアーバンギャルドに置いてください。はい、アンコールのインタビューでは、アーバンギャルドの15年周年の、奇跡を、振り返りつつ、オールタイムベストについて、5年ぶりとなる中野サンプラザのね、ワンマンライブについてもね、ワンマン10周年はね、結婚式だったけど、今回は卒業式という、どんな式なんでしょうね、タイトルになっております、意気込み語っておりますので、そちらもぜひチェックしてください、よろしくお願いします。はい、というわけで一緒に15周年を駆け抜けてまいりましょう。アーバンギャルドでした。また会いましょう。地獄でな。